南沙諸島における南シナ海周辺諸国の実効支配状況牛首気症は南沙諸島のユニオン体と呼ばれる体の中で最大の干渉である。干渉の時に露出し牛首気のような形をしている。中華人民共和国が牛首気症を実効支配しているが中華民国ベトナムとフィリピンも主権を主張している。フィリピン政府は2021年3月20日、 牛首気象で今月7日に中国船220隻が経流されていたとする写真を公表した。国営フィリピン通信によると、フィリピンのデルフィン・ロレンザーナ国防相は21日に中国に対し、この侵略をやめ、我々の海洋権を侵害して、我々の領海に侵入している船舶を直ちに撤退させるよう要求すると述べ、同地を軍事化する。 明らかな挑発行為と位置づけた。中国産サモーギウクビキショー南シナ海に中国船が集結、フィリピン政府が撤退を要求。CNN <www>. cn、https コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35168217.html2021 年3月31日閲覧。 ありがとうございます。